すいません、こんにちは皆さん、こんにちは。あのね、こんにちは、あのお兄ちゃん。Hello po mga friends, ito po yung my very first time na mag-join po ako sa photo exhibit. Yan po yung napili nila. Ngayon nandito po si Oni-chan. Oni-chan wa, konnichiwa. Konnichiwa. もし、あの、お兄ちゃんの方が、この写真、あの、題名を自分で書けるんやったら、どんな言葉ですか？今、話を聞かせてもらったことを考えてみると、はい、この、折れた桜の枝が水辺に落ちて、本当は枯れるべき桜がこうして、水を吸って生きる力があるので、はい、生命力とか、あるいはあの生きるぞというそういう勢いを感じます。あ、そうなんですか、はい、素晴らしい題名ですね、うん、また今度あのお兄さんもあの連絡をかけて、で私の杉ね、もし杉の花がいい花、あのいい写真ができたら電話してまたあの題名を考えて教えてほしいです。わかりました、はい、今日はありがとうございます。いい写真が撮れました、よかったです。あ、そうです、ありがとうございます。まあ偶然、うん、このこれはね、八重桜なんですよ。あ、そうやね、八重桜、うん、そうですよね、八重桜、はい、はい、でたまたまそういうところに目をつけたという、はい、そのあのなんていうか生命力に目をつけたっていうメイさんのその目のつけどころが素晴らしいに違います、はい、ありがとうございます、嬉しいです。それが素晴らしい、ありがとうございます。やっぱそういう小さなものというかあのものにもこう 目を向けて、はい、うん、頑張ってるなというこういう、はい、あのなんていうか激励というか、はい、応援歌のような感じがするわの、はい、うん、そうですか。本当はもう見捨てられたり、そう、ね、見捨てられたりもう、はい、あの皆さんにはもうまあ、いや誰も気がつかんものやわ、そう普通ならあのみんなもそう言いましたと思います、はい、思いました、うん、それを、はい、それをやっぱりあっと思って気がついたっていうか、はい、気に留めて、はい、それを写したっていうことは、この桜が喜んでますよ、はい、あ、そうなんですか、喜んでます、はい、うん、なんかすごい元気なあの八重桜ですね。あ、元気や元気、また生き生きしてるわ、ね、うん、私と一緒は元気です。元気やな、そんなのもう元気元気、元気ですね、うん、こういうの見てあのなんていうかなんていうのな、その前向きになるに違いますかね、やっぱり、まあ、はい、うん、で話を聞けばなおさらそうやわ、折れた桜が 川辺に落ちて、はい、でその水を吸って、はい、そうやって自分がまたこう生命をあの続けているというのが、はい、それは素晴らしい、すごい今の話聞いて、ね、感動しました、思います、感動します、今の話、うんうん、感動します、なんか泣きそう、どうしよう、ほんまになんかいい言葉をいただいて、いい話をいただいてありがとうございます。よかったです、ね、はい、素晴らしい感性をお持ちやと思います。ありがとうございます。またこれからもいい写真撮ってください。はい、ありがとうございます。はい、今日はありがとうございます。はい、これはお恥ずかしいことです。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、どうも、はい。よかった。